中京記念は日本中央競馬会が中京競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は豊田賞中京記念と表記される。聖唱は豊田賞。1953年に中京開設記念の名称で創設された4歳以上の馬による重賞競争。第1回は 中京競馬場の砂千8 0 0メートルで施行された。翌1954年には名称が中京記念に変更され、中京競馬場開設5周年記念の名称で、施行した1958年を除き中京記念の名称が定着している。現在中京競馬場で行われている重症競争では最も古い歴史を持つ。創設当初は、 夏季開催の8月に施行していたが、1957年以降は春季開催で定着。この間、距離、コースともに幾度かの変遷を経て、2011年までは芝2000メートルのハンデキャップ競争で、おおむね定着していた。2012年から施行時期が7月となり、合わせて距離も芝1600メートルに短縮されたほか、サマーマイルシリーズの 第一戦にも指定された。外国サンバは1994年から2001年まで出走可能だったが、2002年から2004年までは出走できなかった。2005年には国際競争となり、外国庁競馬及び外国サンバが出走可能になった。2012年からは特別指定交流競争に指定され、地方競馬所属馬も出走可能になった。 以下の内容は、2021年のもの。出走資格、サラ系3歳、以上、2020年7月18日以降、2021年7月11日まで1回以上、出走場負担重量、ハンデキャップ2021年の1着賞金は3900万円で、以下2着1600万円、3着980万円、4着590万円、 5着390万円。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第1回が中京解説記念、第6回は中京競馬場解説5周年記念、他は中京記念。各界競争結果の出展。ありがとうございます。